心理学者のジョージ・レーベンシュタインは感情が高ぶっているホットな状態と落ち着いたコールドという状態について研究しました。ホットな状態では感情が激しさを増し何かに駆り立てられたりまたは逆に何としてでもある状況を避けようとしたりします。 一方、コールドな状態では感情の高ぶりがなく理性的な判断をできるようになります。どちらの状態にあるかで私たちは全く違った考え方や行動をします。心理学者のダニエル・ギルバートの研究によれば、例えばお腹の空いた人が買い物をすると、空いていない人よりもたくさん買う傾向があると言います。 お腹の空いた人は食べ物に対してホットな状態にあるので自分の食べられる量を勘違いして多めに見積もってしまうのです空腹で買い物をするくらいならまだ害は小さいのですがホットな状態の時に何かをしようと決断すると非常に困った結果を生むことになります車の運転中に突然切れるというのはホットな状態での 典型的な危険行為です。また、10代の若者が性的に興奮した場合、生命の危機があると分かっていても、安全でないセックスをしてしまう可能性が高くあります。私たちは誰でも、できることなら時計を戻して、自分のやったことや言ったことを取り消せればいいのに、と思う時があるのではないでしょうか。今の感情の状態がホットだと気づくことは、理性的な対処をしていく上でとても役に立ちます。 自分がホットな状態だと認識することにより、雰囲気や感情に飲まれて無茶な行動をするのではなく、気持ちを落ち着かせて状況を確認することができます。自分の感情の状態に気づくことができれば、性的な場面でも必要な措置を取りやすくなりますし、激しい怒りが込み上げた時にも頭を冷やす時間を取ることができます。